皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサです。群馬県の文化財解説始めるよ。ゆっくりしていってね。今回は群馬県甘楽郡甘楽町金子にある甘楽町指定史跡。乳母古道を解説します。案内板があるので読んでいきましょう。甘楽町指定史跡、乳母古道。乳母古道はいつ建立されたか不明である。寛延3年1750年の宝生寺文書に境内地東西12軒南北6軒半とあり、また、文政3年1820年の同文書には閻魔山最高院本尊大日如来乳母古道ありと記され、宝生寺の隠居寺になっていた。この道には、脱衣場が祀られている。脱衣場は、俗に、小塚のばあさんと呼ばれている。下の川を三途川と言い、死者があの世へ行く際に必ずこの川を渡ると言われ、その時、この乳母は、川端にいて、死者の衣服を脱がせ、その重さで罪の軽量を測り、生前に犯した罪を正し、閻魔大王に送る役目をしている。善人は衣服を取られずに極楽へ案内されるとのことである。道の前にかかる三途橋を昔は乳母が橋と呼んでいた。また、川下の宝生寺境内には中世信仰の足跡が伺える地蔵尊像と薬師如来像の2体。いずれも町指定重要文化財室町時代の作が安置されている。では、乳母古道を見ていきましょう。これが、乳母古道です。木造で屋根が大きく張り出した作りですね。大きさは4メートルほどの正方形です。あれ、案内板では東西12間 21.6 メートル、南北6間半 11.7 メートルと書いてあったが？実は初代の乳母古道は江戸時代に火事で失われており、その後建て直されたようです。じゃあ、これは二代目というわけだな。見た目も新しい感じだし納得だぜ。手入れもきちんとされているところから大切にされていることが伺えますね。それでは、お堂内に祀られている脱衣場様をお参りしましょう。緊張するぜ。失礼します。これが脱衣場様です。木造ですね。合掌。しかし、思ったより優しそうなおばあさんで、ほっとしたぜ。この脱衣場様も、江戸時代に一度火災で焼失しましたが、作り直されたようです。焼失した初代の脱衣場様も木造で700年頃に活動した行基というお坊さんが作ったとの伝承もあります。脱衣場様は小塚のばあさんとも呼ばれ、三途の川の川端でやってきた死者の衣服を脱がせ、その重さで罪を判定し、行き先を決めるお仕事をしています。確か、服が重ければ閻魔様のもとへ、服が軽ければ極楽浄土へ、だったか。そうだね。というわけで、マリサさんはよーく拝んでおいた方がいいと思います。どういう意味だ？それでは次に、乳母古道に関連する施設を見ていきましょう。このお堂の前には、国道254号線下仁高井道が通っており、手前には、三途橋と呼ばれる車道橋があります。この橋か、やっぱり、三途橋、ということは。ああ、今も昔も、三途の川に架かる橋だよ。以前は、乳母が橋、と呼ばれていました。もちろん、下を流れるのは三途の川です。これが、三途の川、三途川です。三途川とは、おなじみの死者が渡るとされる川ですね。まさか、群馬にあったとは。しかも、一級河川だよ。リアルでも重要な河川だぜ。
この他にも全国に三途川と名の付く川はいくつか存在しています。それだけ三途の川の思想が広まっていたということだな。三途の川を知らない人は少ないだろうね。川の向こうはあの世だぜ。伝承はいろいろあるけど、そこだけは共通だね。そして、乳母子堂、三途橋の下流には宝生寺があります。宝生寺は1200年代に創建されたと言われ、境内には貴重な同時代の石像も残っています。乳母子堂は元はこの宝生寺の隠居寺だったようです。現在でも乳母子堂は宝生寺が管理しています。それでは一通り解説できたのでまとめに入ります。史跡の名前、神羅町指定史跡、乳母子堂。建てられた時期は不明、江戸時代に火災で一度焼失したが再建された。お堂の中には、脱衣場が祀られている。こちらも一度焼失しているが、作り直された。脱衣場とは、三途の川の旗で、やってきた死者から衣服を脱がせ、その重さで行き先を決める役目を担っている。近くには、乳母子堂と共に伝わる三途川、三途橋、乳母ヶ橋、そして宝生寺がある。乳母子堂は平成元年に神羅町指定史跡に登録された。以上となります。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。